2泊目買い出しから帰ってきました。今日の夜はケンさんが勝利を決めまして、イカ焼き、イカの五郎和え焼きからのそのイカを半分残して明太イカミックスもんじゃとレモンたっぷり買いましたので、レモン、生レモンサワーを合わせたいと思います。え、いいね。夜ご飯までしんみり焚き火タイム。結構やってるね、焚き火。うん、いいね、時間に余裕あるとね。綺麗だね。この時期の焚き火半端ないね。火のありがたみだな。雪がないキャンプは最後だね、きっとね。え、あーでも苫小牧はそんなことないか。なんか1月三が日ぐらいに来た時さ、そんな積もってなかったよ。なんか雪だるま作ろうとして全然作れなかった気がする。今年さ、スケートしたいんだけど。めっちゃしたい。苫小牧アイスアリーナ、うん、楽しそうじゃない、2人で。めっちゃ楽しそう。え、スノーボードは？なんでいきなり静かになった。え、スノーボーいいじゃん。コテージにさ、泊まってさ、ボードして、で、コテージ帰ってきて、キムチ鍋食べて。いや、うちにスノーボードいらない。なんでよ。普通にキムチ鍋でいい。え、ケイトスキーやればいいじゃん。いやだ。なんでよ。え、北海道の自慢じゃない？スキーとかスノーボーができるの。好きじゃない。好きじゃない。いや、行ったら、やってみたらさ。やったって、一昨年ぐらい。やってないでしょ。やったよ。あ、やったか。やったじゃん。お母さんと弟とケンで行ったじゃん、4人で。やろうよ、今年もみんなで。大丈夫。大丈夫。北海道の魅力発信しよう。でケンやってきたら、私動画撮っといてあげるよ。センターハウスから。いや、それは面白いな。あっという間に暗くなったね。うん、もうちょっと近づけ。寒いしょ。15分ぐらい前まで明るかったのね。なんかさ、去年さ、マルチグリドル持ってなかったじゃん、うん、またマルチグリドルがあるさ、冬キャンプ変わってくるんじゃない。大げさ。めちゃくちゃマルチグリドルで世界変わってるじゃん。いや、なんかさ、あのニトリのフライパンいいけどさ、 あれで焼く塩ホルモンとさ、いや違うよね、気分。違うでしょ、違うでしょ。うん、そうそうそう。だ、俺は気分がそそられないから、やっぱり炭火で焼いて、あれよりはね、うん、楽しみたいなと思ってたけど、マルチグリドルだったら中でもいいかも。うん。まあ臭くなるけどね。そうだね。でも今日はもうもんじゃ焼きも臭いから同じだわ、変わらん。え、もんじゃ焼きって臭いっけ。え、臭いでしょ、めっちゃ。あ、臭かったっけ。なんか高校生の時とかもんじゃ焼き屋とか行ったら制服とかめっちゃ臭くなってたイメージだけど、うん、確かに臭くなってたイメージだわ。じゃあ新しい匂いのするアルルは今日で最後かな。あれ、中で臭いもの焼いたことないのかな。まだやってなくない、変なの。変なの。変なものは。もつ鍋結構臭いよね。楽しみだな、もんじゃ焼き。うまいね、並べるの。こうやってってもごめんごめんごめん。くし？どう？
いろんな焚き火台使ってきたけど、この焚き火台一番ずっと使ってんじゃん。壊れないからね。ね、丈夫だね。なんか薄いやつ良かったけど、結構やっぱりすぐパキっていっちゃうから。うん。これの L サイズどうなんだろうね。スノーピークの。ああ、あれね。コテージ行った時にさ、うん、やっぱ焚き火台が大きいと焚き火の迫力もさ、わかる。この燃えてるところが見える見え方、うん、これちょっと見えづらいじゃん、うん、すごい良くていいなと思ったりしたけど、で重いからね、うん、これ好き、マグマ、通称マグマ最終形態、いいね。温泉から帰ってきました。最高だった。とりあえず湯上がりのビール飲むために塩ホルモンを焼いていきます。塩ホルモンに使うレモンとニンニクを切っていきます。ニンニク、夕方みたいだね。なんで？一品目。味覚園。これ美味しいよね。あんま売ってないんだよね。ねえ。豆乳。あれまだか。臭いね。結構ほらでかいでしょ。ちょっと順番間違えました。そう、ちなみに外は3度、昨日よりは高いです。3度ってすごくない？すごいね、だってこの時間でもう7時半で。もう枯渇しそうなんだけど。水飲んでないんで、こっちはサウナの後。え、耐えたの？はい、いや、サウナ中は飲んだけどさ、サウナの後。俺も水飲んでないよ、そりゃ。良くない例です。皆さん真似しないで。上から炙るってのは、さすがな。もういいよね。うん、なんかカリッとさせたよね、今日ね。ここまでやる人いるかな。学園の衣でここまでやる人はいない。イクヤで買ったとかならまだ。確かに。スーパーで買ったやつです。うわうわ、全然違う。塩ホルモンとかって、外側カリッとさせたい人いますか？共感してくれる人。はいはいはい、あなたはもう知ってるから。もういいんじゃないこれ。けど、ビール取って。ちょっと待って。あ、レモン、その。あ、レモンだ。レモン。焦げた矢先にレモン。そうだ。ここに、天才だ。胡椒を。
かけてのレモン、レモンください。レモン、レモンください。皮目を下にして、この皮のエキスとともにレモンを絞ります。これ間違うと剣の父ちゃんにカツ入れられます。私はこれをうまくやったがために嫁として認められました。私持ってるから。本日もこちら北海道の自慢札幌クラシックでございます。気合い入ってますね。キンキンに冷えております。そして部屋の温度今22度まで上がってます。いいですね、いいですね。いいんじゃないうぅ周りの人たち、新種の動物出たんじゃないかみたいな聞いたことない、なんかうわオラウータン、オラウータンみたいな2日目の夜です。昨日と違うのはね、まずサウナに入った後っていうところと、コロナストーブにアルパカストーブを足して2台稼働なので、今すでに23度あるので、はい、極暑。これやらなくても多分20度ぐらいいってた。でも暑くて脱ぎました。いただきます、うん、どう？うまい全然違う、これ普通に炭火、もう炙ったら炭火でバーベキューと一緒、マジ？もう炭火やんなくていい、逆に七輪買わなくていい。いただきます。うん、うん、めちゃくちゃうめえ。あんた何回入ったのサウナ？時計見てさ、2で終了だなと思ったんだけど、ちょっと後悔したくないなと思って3行ったんだよ。ケイトには申し訳ないけどと思って出たら、俺より遅かったんあんた出てくるの早いかなと思ってたんだけど、俺気使って3セット目結構早く出たんだよ。したら全然遅かった。1時間って約束したでしょ。入ったの5時10 15分ぐらいだった。あ、そうなんだ。これもう自分のミス。あ、俺のミスだ。ミスった中入った。何？よかった。なんか地味によくすぐ汗出んだよね。湿度高いよね。うんね、ロウリュとかじゃないんだけど普通のやつでめちゃくちゃ汗出る。なんかほんとしつこいようで申し訳ないけど、サウナを知ってからさ、キャンプが広がりすぎてさ、なんかキャンプが旅行みたいな、うん、温泉旅行みたいな、うんうんうん、よりラグジュアリー感が出て、なんか、いや、もともとキャンプは楽しいけどさ、うん、なんかより、うん、なんか高級なものみたいな立ち位置になったっていうか、うん、いや、将来作ってみたいな。将来作りたくない？いや、庭とかに作りたい。あ、舞？うん、めっちゃいいね。ディズニーランドと一緒でさ、なんか近かったらダメなのかな、うん、え、近かったらってどういうこといや、ディズニーランドもさ、うん、やっぱり舞浜に住んでさ、5分の距離にあると、うん、ちょっと見え方が変わるみたいなことを、あのディズニーオタクの友達が言っててさ、うん、なんか結構家の中にあっていつでもできるみたいな感じになっちゃうとやらなくなっちゃう。なんか満足度とか、なんか憧れ度、希少度みたいなのがこう下がっちゃったりするのかな。俺それないと思う絶対ないと思う。いい感じのやつを作ればそうはならないと思う。で、飽きたら改装すればいいんじゃん。掃除とか全部自分でしなきゃいけないじゃん、うん、サウナ室も、はい、あとは水風呂をこう入れる、抜く、うん、雨の日どうする、うん、しまうみたいなさ、まあ、めんどくささプラス管理みたいなのがあると結局入らないとかあんのかな。いや、でもケイトが言ってたように、サウナを知ってからキャンプがより一層素晴らしいものになった
だって去年のアルテンと今年のアルテンの見え方全然違うもん、うん、去年はさ、なんか高規格ないいキャンプ、そう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 、今年は営業してくれて本当にありがとうっていうこんなキャンプ場ないから、このサウナ知った状態でもう一回九州キャンプ行きたいんだよ。で、見え方違うってことでしょ、あの倉迫温泉桜オートキャンプ場、全く別物でしょ。選ぶキャンプ場も変わりそうじゃない、前回と。うんうん、え、温泉が横についてるキャンプ場とかめっちゃあったもんね、うん、行っちゃう来年九州、行っちゃう。じゃあ私やるか、ケン、うん、お願いします。今日はいいのが入りました、こちら、これはいいの入りました、北海道ラウスさん。ラウス、え、皆さんご存知ですか、ラウス。ラウスってなんか一つの北海道のブランドみたいな感じになってそうな。そうですね、もうブランド、ハイブランドでいうもうルイ・ヴィトンみたいな立ち位置、北海道の。そうですね、海産物のブランドでいうと、この漢字もかっこいいよね、やっぱラショーモンのラにウスウスの例え出てこなかった。ウスイさんのウスでラウス、これはのラウスさんの刺身用の生のスルメイカをこれ贅沢に焼きます。うわ、本当はね生で食べてほしいはずなんだけど、贅沢に焼きます。で、この苫小牧のビッグハウス、うん、なんと魚屋のお兄さんがこれさばいてくれました。そう、これあのさばかれてなかったんだけど輪切りに切ってもらって、衣も別で残してもらってくださいって言ったらくれて、苫小牧のビッグハウス最高。そしたらいいの、ケン、私やったことないよ、あなたの父さんでしょこれ。え、最初にもう身焼いていいんだよね。うん、もんじゃに入れる。あ、入れないの、入れなくていいんじゃん。イカ入ってるもんじゃうまくない。あ、確かに、明太イカ、確かに。じゃあ3つ残しとこう。3つわ、あの、輪切り3つ。なんでキツーなの、喧嘩じゃん。4つじゃない。いや、そんなゴロッとさせないでしょ、砕くしょ。いや、え、砕かないの、ゴロッとしたやつ。え、そんなありなの、もんじゃで。もんじゃって全部砕かれてるような感じですよ。いいえ。いいよ、1個やるよ。うわ、え、これどうすんの、ケン。切るよ。はい。うわ、マジでいい匂いしてる。え、見てください、イカのゴロ、それが今回の料理の味噌です。うわ、うわ、めっちゃいい香りこれ。ケイト、ゴロ、味噌、味噌をね、父親は入れる必要なんで軽く。うん、酒とみりんも入れます。あー、酒にみりん間違いない。完成ですか。完成です。北海道のソウルフード、イカのゴロ焼き。あ、またビール。ケイト、レモンサイクなら俺もレモンサイク。夫婦でさ、旦那のことあなたとか呼ぶの不思議だなと思ってたんだけどさ、うん、今ケンのことあなたって呼んじゃった。私のお母さん、お父さんのことあなたって呼んでたんだよね。でもなんかそのあなたの使い方のあなたじゃなかったよね、今。あんたみたいな、うん。あなた何呼んだ。うわ、こちらです。なの？薄くないでしょ。なんかこちらです。うわー、うわー、久々レモンサワー。大丈夫、剣、腕。うん、大丈夫。ここにこれですね。くわー、こんな感じで完成です。乾杯。お、結構濃い。うめぇ。なんかサウナの後ってレモン水飲みたくなるよね。うま。
耳じゃん。剣に入れる耳を。いいえ、そう。いただきます。と薄い味。優勝。優勝？え、待って、今までのイカコロで一番うまいかも。新鮮だからだ。え、もうなんか無駄な味が一切ない。本当塩とかいらないんだわ。いただきます。え？こんな味決まる？へえ。足行ってみるか。揚げ玉10。キャベツこんだけ足りるかな？ね、足りると思う。足りる？うん。オッケー。揚げ玉10に水200。お水そこになります。200。ちょっと、で、こちらか。すぐさ。200？ そんなに？もんじゃって水分多いもんね。楽しみだな、もんじゃ焼き。なんか、学生思い出すね。思い出す。食べ放題とかね。もんじゃ焼きの。なんだっけあそこ。ムーの。ムーの子孫、懐かしい。めっちゃ行った。高校の学祭の打ち上げ、あそこしか選択肢なし。間違いない。食べ飲み放題で、3時間で2000円なんだよね。1500円だっけ。そうそうだよね。めっちゃ安いんだよね。安すぎて怖い。で、制服めっちゃ臭くなるっていう。ウスターソース。何を入れました。これで種が完成です。これでできんのかね。これちょっと苫小牧のスーパーに売ってたんだよね、まさか。忘れたと思って結構絶望的だったんだけど、売ってました。もんじゃ焼きのヘラベラ。いくら？100円。素晴らしい。100均だもん。じゃあ早速いきます。いいね、懐かしいね。先ほど余ったイカを入れます。本当は桜エビだったのに、うん、ケンが普通のエビを買っちゃった。そう、間違えた、うん。このエビも入れてみます。あまり見たことないスタイルですね。そうですね。なんかお好み焼きの出だしみたいな。キャベツ入れます。合ってんのかな。いきまーす。うわー。こんなもん？ちなみ？めっちゃうまそう。ああ、うわあ、いいじゃんいいじゃん。ああ、いいじゃんいいじゃん。めっちゃうまそう。待って、めっちゃいい匂いする。やば。普通にもんじゃ焼きの匂いするちゃんと。海鮮もんじゃ。めっちゃうまそう。2回目です。明太そろそろじゃない？入れるか。田辺じゃん。箱立て田辺。懐かしいその CM。最高です。うわ、めやば。なんか、もんじゃ焼き盲点だった。めっちゃうまそうなの。かつお節パラパラパラってって全体に。わあ、いい。そう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 。これ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 。いただきます。うまっ、うまっ。え、待って、うまっ。月島で食べたやつじゃん、これ店。うまっ。マジ、もんじゃ超うめぇ。うまっ。うまっ。しかも、もんじゃってこれ、もんじゃ焼きのソース入れてたやつなんだけど、速攻で綺麗になるし、後片付けも楽。うん、うん、マルチグリドルがあればね。あ、そうだね、うん、確かにそうだよね。こいつに助けられてんのか、まるちゃんに。まるちゃん、
え、女性？男性だよね。嘘。確かに。どちらかというとなんか男前な感じする。だからマルコポーロみたいな。あ、マルコポーロでいいじゃん。じゃあ。マルコポーロって世界を渡った人だっけ？忘れました。すごい活躍してくれてます。うちのマルコポーロ。マルコポーロ。寝床完成。最高。はあ、あれからもんじゃ焼きを食べ尽くして。あんた爆睡したでしょ。ちょっと私は仮眠してました。どうでした？200。最高。めっちゃゆっくりできた。なんか動画に撮ってなかったけど、何もしないで二人でぼーっとしてたり、ゴロゴロしてちょっと寝たりとかしてる時間がたくさんあったんで、ね、うん、それが最高だった。そうだね。焚き火もめっちゃ長くできたし、もしかするとこれが年末年始とかに流れるかもしれないです、うん。新年明けましておめでとうございますこんな真っ暗で言うことじゃなくないっけ皆さん今年1年ありがとうございました。ありがとうございました。10万人行くことができてよかった。引き続きよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。寝るんだよ。今年はあれだな、ミルルが加わった年か。いい年やったな。うん、うん、島は2年目だろ。で、フニは去年来たんでしょ。で、今年ミルル来て、来年ももう一人増えるのか。誰だろうね、新メンバーは。ゴッチみたいになってる面白い入れ替わりで誰か抜けていくみたいなうちらのどっちか消えさせられるかもしれない。おやすみなさい。おやすみなさい。電気毛布最高。電気毛布今日最高。電源サイドがたくさん増えればいいのに、ね、世の中ね。消して。